私たち人間は月に着陸し、世界中を航海してきましたよね。そしてロミオはジュリエットに出会い、いろいろなことが起こりました。でも皆さん、それ全てが起こるのを見た生き物がいるって言ったらどうします？まさに不死の動物ですよね。ガラス海綿類は何千年もの間一つの場所に留まっている奇妙で小さな生き物。最初のヨーロッパ人が南北アメリカに渡るのを海底のお気に入りの場所から見守っていたのです。彼らは1万5000年もの間生息することができるんです。加えて老化のプロセスもコントロールできるのだとか。スピードを上げたり遅くしたりできます。また自分の身を守るためにガラスのような外骨格を持っています。ロブスターは手足を失った場合元に戻すことができるんです。そしてほぼ不死動物、 DNA を永遠に若く保つ無制限の酵素を生成します。また彼らは成長し続けるのです。つまり自分自身の殻を超えて成長するということ。時々外骨格を脱ぎ捨て、より大きなものにアップグレードしなければなりません。これまでに捕獲された最大のロブスターはノバスコシア沖で見つかり、その重さは 20kg でした。科学者たちはこの大きなロブスターが約100年もの間生息していたと考えています。エジソンが蓄音機を発明した頃からいるんですよ。次の生き物はクラゲと木の枝が混ざったようなもの。ヒドラの両端には環状の足があり、湖や川で過ごしています。その触手は通り過ぎようとする他の生物を捕まえるためのもの。では不死の秘訣とは一体何なのか、誰もが知りたいはず。ヒドラは幹細胞を再生する能力を持っています。科学者たちは何年もの間これを何とか利用しようとしてきたのです。それができると老化の過程を遅めることができますからね。これらの小さな海の生き物は赤ウニ。浅瀬の海藻の上に座る彼らは不死動物。とはいえ我々はそれが確実だと言えるほど長い間研究してきたわけではないんです。科学者によると赤ウニは年齢ではなくそのサイズが大きくなるだけなんだとか。でも一体どういうことでしょうか。簡単に言うとずっと赤ちゃんウニにとどまりながらも大きさだけ変わるということ。まさに大人と赤ちゃんが混ざったウニ。赤ウニは約100歳、さらには200歳にまで達することができます。さてさて、最も遅いのはどの動物でしょうか。答えはゾウガメです。ゾウガメは200歳にまで達することができます。最も古いゾウガメはジョナサンで、彼はなんと最古のハウ陸生動物。1832年に生まれた彼はセントヘレナと呼ばれる離島に生息しています。そんなジョナサン、多くのことを経験してきましたよ。例えば彼は最初のアメリカの超高層ビルやエッフェル塔を見ました。それに71歳の時から今まで開催された全てのワールドシリーズを見てきたんです。あまりよく見えず嗅覚も失っていますが、それでも彼はまだまだ現役バリバリ。海に戻りましょうか。次にご紹介したいのがニシオンデンザメ。最長の脊椎動物であることが知られており、400年以上生息することができます。深く暗く冷たい海で長い間泳いでいるのはこれらのサメが強いことを意味します。ありえない水圧にも耐えることができるんですから。サメは進化の影響をあまり受けていない唯一の生き物の一つ。多くのサメは恐竜時代以来存在していてあまり変わっていません。科学者たちは彼らが1年に約1センチメートル成長することを発見しました。計算するとなんとなくこのサメの年齢がわかりますよね。アメリカより古いサメなんて想像できません。次の動物は今回ご紹介する動物の中で最も耐久性があり破壊不可能で最も可愛いんですよ。カンポ動物という名前ですが、その見た目からクマムシとも呼ばれています。
しかし、クマよりも断然小さいです。8本の足と手があり、小さくて奇妙な鼻があります。微視的な生き物ですが、不滅なんです。彼らは地球上で最も極端な場所に住んでいます。最高150度から最低マイナス200度の温度の場所でも問題なく暮らせるんです。火山や凍りつくような砂漠の夜、放射線や海の最深部の圧力にさえ耐えることができます。さらには宇宙の真空空間にも耐えることさえできるんですって。そうなると宇宙服なんていりませんよね。まあ着ると可愛いと思いますが、今のところ彼らは宇宙船の外で10日間生き延びることができましたが、おそらくもっと長く生きることができるとされています。もし世界的な大惨事が発生したら、クマムシは人間よりも長生きできる可能性がありますからね。惑星を支配する微生物になるかも。どうなるんでしょうね。一度に全ての火山が噴火したり、別の氷河期がやってきたり、厄介な小惑星が落ちてきたり、様々なシナリオが考えられますが、どんな状況でもクマムシがそれに気づくことはないでしょう。科学者たちは彼らがさらにレベルアップしたバイオテクノロジーに役立つかどうか確かめるために研究しているんです。逆にカゲロウの平均寿命は24時間もありません。オスもメスも頑張って2日間しか生き延びることができないんです。まさに今を生きる生き物。これらの小さなハエは群れの中で成長し、寿命が最も短いのです。しかし種としては何億年も前から存在しています。クラゲは若返りの泉を発見しました。驚きなことに、なんとずっとその中にいたんです。本当ですよ。クラゲはいつでも老化の過程を逆転させることができます。一緒に泳いでいることを想像してみてください。また8歳になりたいなぁと思った瞬間、昔に戻れるんですから。8歳の頃に戻りたいと思わない人はいないでしょう。子供時代が一番だからこそ、クラゲは若々しくストレスフリーなんです。頭脳と骨のない生き物は邪魔されない限り、いつでも時間を戻すことができます。方向も気にせず、ただプカプカ浮かぶクラゲちゃん。流れに乗って生きろとはまさにこのこと。この生き物は SF 映画から飛び出てきたような見た目をしています。簡単に言うと一種の宇宙人でしょうか。ジャイアントウエタはネズミよりも大きく、最大の昆虫の一つとみなされています。生息地はニュージーランド。クラゲは老化の過程を逆転させることができますが、ウエタの一種のメンバーは生き返ることができます。まさにスーパーパワー。身が完全に凍った場合、臓器が台無しになるのを防ぐ特別なタンパク質を作り始めます。そして冷凍した後は解凍して生き返るんです。その後何も起こらなかったように振る舞います。ちなみにジャイアントウエタは前足の膝に耳があります。また復活することができるので、ゾンビバグとも呼ばれます。不気味ですね。プラナリアは実質的に不死であることを除けば独特の変形動物です。彼らは失われた体の部分の再生を行うことができる究極の再生器。プラナリアを一つ取り、その体を10等分にすると10の新しいプラナリアの出来上がり。さらに細かく分割しても増殖し続けます。通常長さは 1.27cm 未満。もし我々人間も同じことができたら、永遠に生きることができますよね。それともいろんな人のコピーが歩き回る完全にクレイジーな世界になってしまうのでしょうか。ウサイン・ボルトが4人もいれば世界最速のリレーチームになりますね。アサリも長い間存在している生き物の一つ。科学者たちは彼らが400歳まで生きられることを発見しました。小さな殻の中に入っているこの生き物は人間が大好きな真珠を作ります。寄生虫が中に入るとアサリはアクションモードになるんです。アサリは特殊な化学物質の束で寄生虫を覆います。その時魔法が起きるんです。これらの化学物質が固まると
光沢のある真珠になります。化学物質が多いほど真珠は大きくなるんです。この長くてヌルヌルした生き物はヨーロッパの洞窟の奥深くに生息しています。ホライモリは100歳まで生きることができるんです。小さな前腕と蛇のような体で小さな昆虫、カタツムリ、カニを探しながら毎日を過ごしています。体色が人間に似ていることから地元の人は人の魚を意味する言葉で呼んでいるそうです。いやいや、そうじゃなくて。ホライモリはほとんど目が見えませんが、皮膚を通して光を検出することができます。他の盲目の動物と同じように聴覚と嗅覚が優れているんです。首の周りの小さな赤いエラから独特の外観を得ているようです。伝説好きの皆さん、こんにちは。今日は宇宙神話を解明していきましょう。スペースシャトルに乗り込んで真相解明に迫りますよ。想像してみてください。ホットココアを飲みながら無重力状態で宇宙を漂っている時、急に宇宙で叫ぶことはできるのだろうか。もしそうなら、その叫び声は誰かに聞こえるだろうかと疑問に思います。映画エイリアンをご覧になった方ならこの答えはお分かりでしょう。宇宙空間では音は聞こえないのです。音が存在しないわけではありません。ただ音が聞こえないだけなのです。この神話を解明するのにクリス・ハドフィールドの右に出る者はいません。彼は宇宙飛行士として生きてきた中で何度も宇宙遊泳を経験しています。宇宙空間の暗闇の中にいると何も聞こえなくなり、聞こえるのは静寂だけとなります。そう、完全な静寂ですが、すぐ近くには巨大な爆発球、太陽があります。ただ音が伝わる媒体がないため爆発音が聞こえないだけなのです。でも宇宙で起こっている全ての音を聞くことができたら、宇宙飛行士にとってはかなり不快なことでしょう。未来のスーパーヒーローになった気分で宇宙を飛び回っていると、流れ星がそばを通り過ぎたとします。でもこれは本当の星なのでしょうか。残念ながら流れ星は星ではありません。地球の大気圏に突入した小さな宇宙石メテオロイドが見事な光のショーを見せているだけなのです。せっかくなのでもう一つの迷信を論破していきましょう。流星はごく稀にしか地球に衝突しないという話を聞いたことがあると思います。恐竜が絶滅するような大災害に一度だけとか、実はそんなことはないんです。科学者たちは毎日約48トンの隕石物質が地球に落下すると見積もっています。しかしそのほとんどは地球の大気圏で蒸発します。その結果、夜空に明るく輝くのが流れ星です。流れ星に願い事をするときは、実は小さなスペースデブリに願い事をしていることを思い出してください。あんまりロマンチックじゃないですけどね。気球で成層圏に飛ぶことはできるのかできないのか、どうやらできるようです。地球の成層圏は比較的地表に近いところから始まります。地表から11から12キロメートルほど上から始まりますが、そこからが結構長いんです。もし気球で成層圏まで飛ぶとしたら、それなりの装備を用意してください。特別なスーツと呼吸装置が必要です。上空に行くほど空気はかなり薄くなりますからね。もちろん上空まで行くのであれば、地球の湾曲を写真に収める必要があります。ですから専用のカメラなどを入れられるチェストハーネスもお忘れなく。そしてその様子をライブストリーミングで配信するのはどうでしょう。きっと初めての試みに違いありません。あなたが地球を離れてから102日経ったとします。あなたは宇宙での生活にうまく適応しています。しかしあなたの体に奇妙なことが起こっています。背が伸びているようです。そんなことってありえるんでしょうか。大丈夫、心配しないでください。ごく普通のことなんです。厳密に言うと背は伸びていません。これは重力の影響を受けていない時に体に起こる反応です。私たちの体には椎骨や関節の間に自然な空間があります。地球上ではこの空間は重力の力によってほとんど圧迫されています。しかし宇宙では重力の押し付けから解放され、体がどんどん伸びていくのです。そう、宇宙飛行士は長いミッションに参加すると身長が 3% ほど伸びるのです。そしてここで豆知識。
NASA が宇宙服を作る際にはもちろんその点も考慮されて作られているんです。そうすることで宇宙飛行士は常にスーツに余分なスペースを確保することができるのです。宇宙飛行士が地球に戻れば反重力効果は失われます。そのため宇宙服が体にぴったりとフィットするまでの数日間はカプリパンツを履いて過ごすことになるかもしれませんね。飛行中に飛行機のドアが開いて大勢の乗客が羽毛のように大気圏に吸い込まれていくなんていう光景、絶対体験したくないですよね。皆さんも飛行機に乗るとき同じようなことを考えたことがあるのではないでしょうか。もしこれが宇宙で起きたらどうでしょう。一般的に宇宙飛行士がエアロックから吸い込まれたらその人は焼け死ぬと言われています。これは事実であるばかりでなく現実はもっとひどいので覚悟してください。宇宙飛行士のクリス・ハドフィールドによると以下のようなことが起こるそうです。日陰にいる部分はマイナス250度、日光を浴びている部分は250度で焼けます。つまり肺は破壊され血液がお湯のように沸騰し火傷をし凍りつき呼吸ができずに沸騰するというわけ。怖すぎる。宇宙飛行士は毎日運動しないと気絶してしまうという話を聞いたことはありますか？これは完全な迷信です。先ほど重力の話をしましたが宇宙には重力がないため私たちの体は重労働をする必要がないのです。頭の重さを体幹で支える必要もありませんし宇宙空間では歩くことができないので足を動かす努力も必要ないのです。そのような生活を半年あるいは1年続けるとしたらどうでしょう。筋肉がゼリー状になってしまうかもしれません。だから宇宙飛行士は体を鍛えるのです。自分の体を縛ってトレッドミルの上を走ったり特別なマシンで重量上げをしたりします。そうすることで筋肉が重力の不足をあまり感じないようにするのです。ただし水分補給は必要です。もし私が宇宙飛行士だったら NASA におしゃれなボトルを持っていきたいとリクエストするかもしれません。宇宙は焦げたステーキあるいはバーベキューソースのような匂いがすると聞いたことがあるのではないでしょうか。この神話はバカバカしいと思う反面真実でもあるのです。宇宙飛行士はヘルメットを脱ぐことができないので宇宙空間にいるときは明らかに匂いを感じることができません。しかし宇宙船がドッキングしてハッチを開けるとその匂いを嗅ぐことができるんです。どうやらこの匂いの原因は宇宙空間に漂う炭化水素の存在にあるようです。考えもしなかった匂いですよね。賢い皆さん質問です。宇宙飛行士が高速で飛べば1秒たりとも年を取らないと思いますか？そんなことあるわけないと思いますよね。ここで少し整理しておきましょう。まず高速で自動車を走らせる方法はまだ見つかっていません。そのためには膨大なエネルギーが必要でそのための技術はまだありません。第2に仮に高速で移動する宇宙船の中に人間を送り込むことができたとしてもその人間は年を取ることになるのです。地球に残った人とは違う年の取り方をしますがそれでも年を取るのです。もしかして不老不死が実現すると思ってました？アバター1をご覧になった方なら人類がパンドラにたどり着けたのは冷凍睡眠で移動したからだということをきっと覚えていらっしゃると思います。つまり体を凍らせて冷凍ベッドに入れ何年も年を取らずに旅をするということ。聞こえはいいですが私たちにはまだそのような技術はないのです。私たちの体は主に水からできていますよね。そして水を凍らせると膨張するんです。だからソーダ缶を冷凍庫に入れたまま放置してはいけないんです。今人の体を凍らせたら中の水が膨張して組織や臓器を傷つけてしまい組織や臓器に害を及ぼすのです。だから冷凍睡眠で高生肝高校を実現することはできません。少なくとも今はまだですが、ここでとんでもないことを考えました。宇宙飛行士が宇宙遊泳にドローンを持って行ったらどうなると思いますか？ NASA が設計したドローンでない限りもしかしたら人間がスーツなしで宇宙に出たら同じように凍ったり燃えたりするかもしれませんね。まあ想像するのは自由ですから。このために何年も訓練を重ねてきたあなた、今準備は整いました。あなたはドアの前に立っています。深呼吸をし果敢にドアを開けます。
国際宇宙ステーションの外へ、そして広大な宇宙へと飛び出す時です。何度経験しても新鮮だと送信機に向かって言います。宇宙空間を移動する時はいつも心地よく感じます。もちろんスーツは全然快適ではないのですが、いつかあの男が言ったことは正しかったと思い直します。宇宙飛行士のスーツは体の動きを 20% 制限します。あなたにとっては宇宙空間で不器用になる確率が 20% 高くなるということで、これはいい数字ではないですね。宇宙遊泳中にミスをする余地はほとんどありません。ようやくドッキングポートに到着しました。周りを見回し、ステーションの修理が必要な部分を見つけます。ここは他のスペースシャトルが地球や他の惑星からやってくるときにドッキングする場所。1週間ほど前、木星から来たシャトルが着陸に失敗し、ポートの一部を壊してしまいました。あなたは新しいシールドをスーツのベルトに装着しています。今回の任務はこのシールドをステーションに取り付けること。このような任務をこなすため、何十時間も水中でのトレーニングに費やしてきたのです。そのトレーニングはプールの中で重くて厚く不快なスーツを装着し行われました。着信中とサラが送信機で叫びます。あなたは何のことなのか聞く暇もありません。とてつもなく速いスペースデブリの嵐に不意をつかれたのです。周りのもの全てが揺れています。安全を守るストラップにしっかりしがみつこうとした途端、何かの破片がヘルメットのシールドに衝突。応答せよボブ、大丈夫？とサラが無線であなたに尋ねます。あなたは衝撃で少しショックを受けましたが、何の問題もないようです。隕石がようやく消え、やっと任務に集中できます。新しいシールドがつながれたロープを体に近づけましたが、ロープには何もついていません。何も。一大事だと心の中で思います。サラ、応答せよ。シールドをなくした。繰り返す、シールドをなくした。これはかなり深刻な状況で、あなたにもそれが分かっています。宇宙空間に落下したものは国際宇宙ステーションや他の宇宙船との衝突ルートに入る可能性があるからです。あなたは訓練を思い出そうとしますが、頭が真っ白。彼女のお気に入りの陶器の瓶を割ってしまった時よりも悪い状況です。あなたと一緒に宇宙船に乗っている宇宙飛行士であるサラが送信機越しに叫んでいます。本当なのボブ、今言ったことは嘘だって言って。これは大惨事よ。私も今外に出る。あなたは ISS の下にシールドを発見。中型車のドアほどの大きさでかなり早く移動しています。この状況で何が起こりうるかというと、シールドが地球に戻り大気圏に再突入する可能性があります。落ちる途中でおそらく燃え崩壊すると思いますが、いずれにせよ NASA とあなたの印象はかなり悪くなるはずです。もう一つの可能性は、車のドア台のシールドが勢いを増して ISS やあなたを直撃する軌道を回ること、あるいはたまたま同じような軌道にある衛星に衝突するかもしれません。覚えておいてほしいことがあります。もしあなたが宇宙を無限の空間だと思っていたとしたら、それは大きな間違い。各国が宇宙旅行に十分な強度を持つ装置を作り始めて以来、宇宙はかつてないほど混雑しています。人間で混雑しているのではなく、人工衛星や小惑星、スペースデブリにあふれているのです。地球に毎日隕石油が降っていることを知ったとき、驚きませんでしたか？でも隕石はとても小さく、地球上の誰もそれに気づきません。隕石は通常地上に落ちる前に灰になります。しかしそれだけではありません。今回のミッションであなたに起こったことは他のミッションでも起こっています。宇宙飛行士は宇宙空間で物を失い続けているのです。そのため NASA は無造作に漂っているデブリを追跡し、軌道を監視する部署を作らなければならなかったほどです。信じられないかもしれませんが、宇宙にはソフトボール大のデブリが2万3000個以上もあると言われており、もっと小さなものならその数は50万個にもなります。あなた一人で宇宙空間を無防備にも冒険しようとした時、さらに先を越されたことに気づきました。さらに一人でやらせるわけにはいかないので、同行することにします。参考までに、このような行動はあなたがこれまでに受けた NASA のマニュアルや訓練全てに反しています。でもあなたはこう考えました。 SF 映画でうまくいくなら自分もうまくできるに違いない。たとえ映画が真実からかけ離れていると分かっていても。サラはシールドの近くにいますが、彼女の体重のせいか軌道は全く違う方向に向いています。あなたはこう思います。よし、今が僕の腕の見せ所だと。
水中でのように腕を動かそうとしますが、宇宙には摩擦がありません。バタフライで泳いで失った装置を取り戻すことができないのです。さらに連絡を取ろうとしましたが応答はなし。どうやら一人で行わなければいけません。なぜかあなたは浮遊する車のドアシールドに近いルートで周回し始めました。もしかしたら体に縛り付けられている荷物の重さのせいかもしれません。あるいは朝食べたブリトーが幸運をもたらしたのかもしれません。あなたは映画グラビティのジョージ・クルーニーになった気分です。いや、どちらかというとオビワン・ケノービでしょうか。あなたは今ジェライのように力強く感じています。両手を体の前に伸ばしたままスペースデブリとそっと出会うことを願います。 3,2,1 着陸成功ではないですが、無事シールドに再会できたようです。ああよかった。次はどうしようとあなたは思います。もう少し綿密な計画が必要だったのかもしれません。あなたには破片を操縦する手段がありません。その上ミッションコントロールと連絡を取り、その物体とあなた自身がどこに向かっているかを伝える術を持っていないのです。怖がらないで。怖がるためにここまで来たんじゃないんですから。あなたにできる最善のことは、まず地球の映像を目に焼き付けるんです。宇宙から見る地球は決して期待を裏切りません。それからあなたがいる状況で起こりうるシナリオを考えます。一般的な体重では地球の軌道から脱出することはできません。仮にこのような事態が起こったと仮定した場合、あなたは金星の軌道に吸い込まれ、巨大な熱に包まれた不快な時間を過ごすことになるでしょう。ギリシャ神話で金星は愛の象徴ですが、金星の近くを周回することは全然素敵なことではありません。もし近づきすぎた場合、あなたの宇宙服は熱に耐えられないことを知っています。宇宙服が耐えられるのは最高でも120度くらいまでですが、金星の大気は370度まで熱くなります。しかし正直なところ、最悪のシナリオはもっと単純。宇宙服があなたの耳、鼻、口を水で溺れさせてしまうかもしれないのです。そう、宇宙遊泳でこのような前例があるのです。宇宙服をひんやりと冷やすために、宇宙服は約4リットルの水でできた冷却システムを利用しています。このシステムはヘルメットの後部にリサイクルされた空気を送ることになっていますが、時々漏れることがあります。周りに何もない広大な宇宙空間に取り残されたのですから、逃げ場はどこにもありません。いえ、待ってください。地平線上に見えるあれは何でしょう。あれはモジュール式のスペースシャトルです。あなたは叫びますが、ヘルメットの外では誰にもあなたの声は届きません。あなたは両手で手を振ります。あ、どうやらあなたに向かって動いているようです。思ったより時間がかかったけど、やっとあなたを見つけることができたわと彼女は言います。どうやら彼女はあなたを捕まえるためにギリギリのタイミングで宇宙ステーションに戻ったようです。このミスのせいで宇宙飛行士ポイントは何点減るだろうとあなたは言います。仕方ないですが、そうなるでしょうね。天文学者たちは何十年もの間、一つの疑問を投げかけてきた。宇宙は思うほど暗いものなのか。もしかすると NASA の探査機ニューホライズンズがその答えを教えてくれたかもしれない。冥王星を探査した後、探査機は前進を続け、現在は地球から数十億マイル離れている。つまり太陽やダストなどによる光害から遠く離れているということ。科学者たちは探査機のシンプルなカメラを使って、明るい星やカメラに向かって光を散乱させるようなものがない、信じられないほど退屈な空白空間のような画像を撮影し、これらの画像を処理して基地の可視光源をすべて取り除いた。そして星からの光と天の川からの散乱光を取り除くと、我々の銀河系の外から入ってくる光が残った。しかしここからが驚くべき点だ。彼らは説明のつかない光がまだたくさんあることを発見したのだ。実際その光は基地の銀河から入ってくる全ての光とほぼ同じ。つまり銀河の外にも銀河の中と同じくらい光があるということなのだ。ではこの光はどこから来るのだろう。私たちがまだ発見していない小さくて暗い矮小銀河や宇宙の未知の現象から来ているのかもしれないし、科学者にとってまだ謎である暗黒物質に関連している可能性もある。この画期的な研究によって、宇宙は我々が知っているほど暗くはないと分かったのだ。もしそこにある星や銀河からの光を全て取り込んで、
ガスや塵の雲を混ぜたらどうなるだろうか。どんな色になるだろう。答えはベージュ色だ。これはもう一つの疑問、もし宇宙がカラフルなら太陽は必要なのだろうかというものにつながるが、簡単な答えはイエスだ。宇宙の色は星や銀河、ガス雲など様々な天体との光の相互作用の結果である。これらの色を観察するのは魅力的だが、地球上の生命が生存するために必要なエネルギーを供給するわけではない。だからこそ宇宙で空のような色を見ることはないのだ。宇宙船や国際宇宙ステーションから撮影された太陽の光が当たった地球や月の写真を見ると奇妙なことに気づきませんか？宇宙があまりにも空っぽに見えるのです。夜空に満天の星があるような幻想的な風景がないのです。つまり宇宙で星を見ようと思っても空が真っ暗でつまらないということ。私たちの住む地球の空が青いのは昼間は光が拡散しているからです。これは太陽光が大気を通過するときに起こる現象ですが、月やその他の宇宙空間ではこの光を拡散させる大気がありません。だから月の空はいつも黒く見えるのです。だからといって明るさが落ちているわけではありませんよ。宇宙ステーションの窓から外を眺めると雲一つない晴れた日にマンションの窓から眺めるのと同じくらい、あるいはそれ以上に直射日光を見ることができるのです。晴れた日に写真撮影をするとカメラの絞り値の設定を小さくし、短時間露光で撮影することが多いでしょう。そうすることで短い時間だけ光を取り込むことができるからです。これは私たちが太陽光を浴びると瞳孔が収縮し、あまりの明るさに対応できなくなるのと同じ。宇宙も同じように明るいので、宇宙で太陽の光を受けたものを撮影するときも同じようにします。短時間露光をすれば地球や月面を明るくきれいに映すことができるのです。でもそれは星が映らないということでもあります。上空でも星は比較的暗く、そのため短時間露出で撮影した写真には星が映りません。宇宙で星を見るのは楽しいんですけどね。私たちの住む地球は夕暮れから夜明けにかけて青い空がゆっくりと美しいオレンジ色に変化します。でももし火星で夕焼けを見る機会があれば、その真逆の光景を目にすることができるでしょう。つまり日中はオレンジブラウンの空が日没とともに青みを帯びてくるということ。第一に火星は地球よりも太陽から遠いのです。そのため火星から太陽を見ると当然ながら太陽は暗く小さく見えます。それだけではなく、火星から見た太陽は青いハローに囲まれた青白い点に過ぎないのです。火星の薄い大気には大きな塵が含まれています。そのためミー散乱と呼ばれる現象が起こるのです。これは大気中の粒子の直径が散乱光の波長とほぼ同じである場合に起こります。この効果によって太陽の光から赤い光が取り除かれます。ですので火星では青い光だけが目に届くのです。なぜ地球には輪がないのでしょうか。太陽系のガス惑星である木星、土星、ウラヌス、海王星にはすべて輪がありますが、岩の惑星である水星、金星、地球、火星にはありません。惑星の周りに輪ができる仕組みには2つの説があります。一つは惑星ができた時に残った物質だというもの。もう一つの説は月が天体との衝突で破壊されたり、もともとの惑星の強い引力により裂けてしまった月の残りだというものです。ガス惑星は太陽系の外側で形成され、岩石質の惑星は全て内側で形成されました。そのため内側の惑星は輪を形成するような衝突から守られていたのではないかと考えられています。また太陽系外縁部には月がたくさんあり、それも輪ができる理由の一つかもしれません。加えて大きな惑星は重力が強いので、輪ができた後も安定した状態を保つことができるのです。専門家の中には大昔に地球にも輪があったと考える人もいます。火星サイズの物体が地球と衝突し、おそらくそのせいで地球の周りに密度の濃い塵の輪ができたというのです。この塵で輪ではなく現在の月ができたと考える専門家もいます。太陽系の果て、海王星の遥か彼方に巨大な惑星が潜んでいる可能性があります。科学者たちはこの謎めいた仮説の世界を
プラネット9と呼んでいます。もしそれが存在するなら、それは天王星や海王星に似ていて、我々の母星よりも10倍も質量があると考えられています。太陽の周りを回っていますが、太陽系の外側にあり、海王星の20倍ほど離れていると言われています。他にも興味深い説があります。それはプラネット9が実はグレープフルーツ大のブラックホールで、大きな惑星と同じように空間を歪めている可能性があるというもの。宇宙では珍しい物質だと思われていた水も、太陽系の至る所に存在しています。例えば小惑星や彗星にはよく含まれています。月や彗星にあるクレーターにも存在します。もし人類が宇宙へ移住することになった場合、そのコロニーを支えるだけの水があるかどうかはまだ不明ですが、ある程度の水が存在することは間違いないでしょう。火星の極域にも水が存在します。多くは氷の層や、おそらく埃っぽい火星の表面の下に隠れています。木星の衛星であるエウロパにも水があります。エウロパは私たちが知る限り、地球外で生命が存在する可能性が最も高い天体。凍った表面の下には液体の海が広がっていると言われているのです。海王星には地球の海を全部合わせた量の2倍の水がある可能性があります。海王星は意外と暖かいんですって。太陽から30倍も遠い場所に位置していて、太陽光や熱を受ける量が少ないにもかかわらず、海王星は予想外に暖かいのです。ということは、受ける熱よりはるかに多くの熱を放出しているということ。また海王星は天王星と比較すると、大気中の活動がはるかに多くあります。天王星の方が太陽に近いにもかかわらず、両惑星は同じ量の熱を発しているのです。その理由は解明されていません。海王星の風は非常に強く、最高風速 2400km に達すると言われています。これにより熱が生み出されるのでしょうか。それとも惑星の核や重力のせいなのでしょうか。時速800万キロメートルの猛スピードで突進する怪物のようなブラックホールが存在します。これはハッブル宇宙望遠鏡により発見されたもの。その重さは太陽10億個分にもなると言われています。このブラックホールは銀河の中心に位置しているはずだったのですが、ある重力がそれを動かしているのです。ある時点でこのブラックホールは銀河系から離脱し、宇宙をさまよい続けることになるでしょう。幸いなことに、それはまだ80億年先の話。太陽嵐は非常に強力で、私たちを真っ暗闇に閉じ込めてしまうかもしれません。実際に2012年7月、過去150年間で最も強力な太陽嵐が発生。ですが、地球は間一髪で逃れることができました。コロナ質量放出とは、イオン化したガスの大きな泡のこと。これが地球の軌道を切り裂いたんです。もしも地球がこの攻撃を受けていたら、大変なことになっていたことでしょう。太陽系物質が地球に向かって突進し、コンピューターにダメージを与えたり、数ヶ月に及ぶ停電を引き起こしたりしたことでしょう。2022年6月25日、予想外の太陽嵐が地球を直撃。ある写真家はカナダのカルガリーで、明け方の空に5分間現れた見事な明るいオーロラを撮影することにも成功しました。これは太陽風によって起こったオーロラだったのです。ヴァンパイア星は存在します。連星の一部で、同じ天体の集まりにある他の星の活力を全て奪うことができます。より長く燃え続けるためにそうするのです。まず質量の小さな星が兄弟の水素燃料を盗み、質量を増します。するとこのヴァンパイア星はより高温になります。そしてその色は青く輝くようになるのです。こうすることでより若く見えるのです。なんだかずるいですね。宇宙の色はコズミックラテとも言われています。観測できる宇宙にある銀河やその中の星が発する光、またガスや塵の雲には特定の色があります。白に近いアイボリーの色合いなんです。青よりも緑や黄色、赤の光を発する場所の方が少し多いため、宇宙はベージュなんです。人間は本物の宇宙人だって知っていましたか？皆さんは宇宙で生まれたんですよ。もちろん僕も。しかし人間が地球上にいるためには、様々な条件が正確に揃わなくてはいけませんよね。
そうでないと私たちが存在する可能性は非常に低いですから、条件が揃っているおかげで私たちはここに存在するのです。まずはじめに、私たちや存在する可能性のある宇宙の生物は赤や青い星ではなく、黄色がかった白い星を周回する惑星に住んでいる必要があります。青い星ではない理由は、燃え尽きるのが数百万年後と早すぎるため、進化による知的な存在を生み出す時間がないから。また青い星は膨らんで赤くなる傾向にあります。そしてそれは崩壊して爆発するときにそうなります。青い星の近くで文明が繁栄する可能性はほとんどありません。多くの種類の星でもある赤い星も、知的な文明が周回するためにベストな星ではありません。赤い星はとても冷たくて薄暗いので、文明を成長させるためには赤い星のすぐ近くの軌道を回らなければならないのです。しかしあまりにも近いと、惑星は強烈で致命的な X 線放射にさらされることになります。そのため赤い星は最も数が多く、多くの惑星を周回しているように見えますが、我々のような知的文明を持つ生命を宿すにはふさわしくないのです。残ったのは黄色がかった星です。これは全ての星の約 10% にあたります。しかし黄色がかった星の周りで暮らすことを考える前に、考慮しなければならないことがあります。黄色い星は第三世代の星でなければならないのです。高度な生命体を維持するのに十分な科学的多様性を含むのは第三世代の星だけ。星が爆発するたびに、より重く複雑な要素が作り出されます。爆発はこれらの元素を追い出し、最終的には星雲への道を見つけ出します。星雲内の重力は徐々に次世代の星を形成します。私たちの体は骨格と歯のためにカルシウムを必要としますよね。そして脳は体を動かし、感覚を与え、考えさせる電気科学的信号を作り出すのを助けるために亜鉛が必要なのです。最後に血液には鉄が必要なので、私たちの体は第三世代の星と黄色の星の周りに形成されている必要があります。驚くべきことに、地球は水素からプルトニウムまで宇宙に存在する94の全ての異なる元素を持ちます。だからこそ私たちは地球に存在しているんです。第三世代の黄色い矮星太陽に感謝しましょう。なぜ黄色いのかって、それは黄色い星は核融合のおかげで着実に燃え続け、何十億年にもわたって明るさを大きく変えることがないからです。太陽がわずか 6% 明るく、もしくは暗くなると、地球は暑すぎたり寒すぎたりするため、文明の生命を維持できなくなります。幸いなことに、地球は太陽の周りのハビタブルゾーンに位置しますよね。ハビタブルゾーンは液体の水が惑星上に存在できる場所。では知的生命が宇宙で暮らすために必要な第二の条件、惑星自体について見ていきましょう。ケプラー望遠鏡を使った最近の研究によると、全ての黄色い矮星の4分の1には、周囲のハビタブルゾーンに地球のような惑星が含まれている可能性があることが示されています。この数字にはやや議論の余地があるんですよ。33個の黄色矮星のうち1個程度かもしれないんです。しかし、それでもハビタブルゾーンにある黄色い星の周りを回る惑星がたくさんあることに変わりはありません。それでは宇宙で知的生命に欠かせない2番目の要素である惑星自体について考えてみましょう。知的文明を担う惑星は、いくつかの惑星を組み合わせないと見つかりにくいほど、多くの特定の特徴を備えている必要があります。最も重要なのは、惑星は周回している星から保護されている必要があるということ。星は核融合によって核を照らしているため、コロナと呼ばれる太陽の外核にあるガスが、いわゆる太陽風で宇宙に吹き飛ばされます。米国の衛星は太陽風の力を絶えず読み取っていますが、これは主に電荷、つまりイオン化された水素原子核と太陽に見られる他の多くの元素からの原子核の散乱なのです。地球を保護するのは大気ではなく、危険な太陽風を阻止または変更させる磁気圏です。太陽風が地球の磁極に引きつけられ、蛍光灯のように上層大気の空気を帯電させると、オーロラが発生します。
それを取り巻く磁気圏がなければハビタブルゾーンにある惑星でさえその星からイオン化された水素原子核の絶え間ない雨に見舞われることになるでしょう。生命のある惑星は太陽風をそらすのに十分な強さの磁気圏を持つ必要があります。私たちの太陽系のすべての惑星が磁気圏を持っているわけではありません。木星、土星、天王星、海王星などの巨大ガス惑星には磁気圏がありますが、ガス惑星で文明が形成されることはありません。固体の世界のうち地球と水星だけが磁気圏を持っており、水星は太陽に近いため太陽風を止めるには弱すぎるのです。地球を太陽から安全に保つもう一つの保護膜は大気。大気の厚さは約 483km で、そのほとんどは地球の表面からわずか 16km 以内に集中しています。大気は太陽の紫外線、つまり UV 放射と X 線の両方から地球上の生命を守ります。ガスのオゾンは上層大気の大きなガス分子に結合した3つの酸素原子であり、太陽の紫外線が地面に到達するのを防ぐ役割を果たします。大気が地球の1000倍薄い惑星火星にはオゾンがなく、太陽の紫外線放射が表面を完全に照射しています。惑星が知的文明を持つためにはその星からの紫外線を阻止する必要があります。そのためには大気の組成が必要なのです。私たちはそれを持ちますが、それは稀で不安定な組み合わせなんです。惑星は歩いたり作業したりするために表面の一部がしっかりしていなければなりません。つまり地殻が必要というわけ。そのため水中文明や他の惑星の大気中に浮かぶ文明というのは純粋な空想科学小説に過ぎないのです。惑星の地殻には動く構造板が必要。この構造プレートの動きは地殻のサブダクションを生み出します。サブダクションとは、一つの構造プレートが別のプレートの下または上をスライドし、新鮮な物質を表面に運ぶことを言います。このように地球の化学的性質が新しくなることで何も反応しない化学平衡を防ぐことができるのです。また地震や火山も地球化学的な更新のプロセスの手助けをしているんですよ。そう、地震と火山は良いことなんです。つまり地殻プレートの沈み込みも生命にとって必要不可欠な要素なのです。火星には地殻変動がなく、金星にも水星にもありませんよね。水星は一つの大きな構造プレート、でもわずかな収縮以外に進行中のプレート活動はないのです。これらの惑星に生命が存在しない大きな理由の一つは、地殻構造による沈み込みがないため地球科学的な反応性がないこと。では月はどうでしょう。そう、月です。月のおかげで私たちは生きることができているなんて思う人は少ないかもしれませんが、しかし地球上の生命にとって月の存在は欠かせないものです。まず月が地球と一緒に宇宙空間を移動することで、海の潮の干満が決まるだけでなく、地球の自転によって地球内部のマグマが攪拌されます。金属含有量の高い地球内部のマグマの動きは地球の磁気圏の作成に貢献しているんです。そのため月は地球がダイナモになるのを助け、私たちの磁力を作り出すことによって宇宙での安全を保っているのです。月は周回する惑星の大きさ、つまり母惑星と比べても太陽系で最も大きな月ですよね。多くの人々は地球と月のシステムを二重惑星とみなしているんです。もう一つ、地球上の生命を安全に保つために月が行うこと、それは地球を安定させること。月は地球と重力的に固定されているため、綱渡りの綱のような役割を担っているのです。そのため地球は他の惑星に比べてあまり揺れません。この揺れを氷動と呼びます。もし地球が火星や土星と同じようにぐらついたとしたら、天候が乱れるだけでなく農業もできなくなったかもしれません。このような気流で独特な天文学的状況により、地球は人類にとって居住可能な場所となっているのです。生命が地球上に存在するために必要な進化的、生物学的、科学的要因など他の多くの要因は天文学的なものではありません。確率というかありえないことがどんどん増えている状態なんです。まあ何が言いたいかというと、私たちはとてもとても幸運な存在であるということ。むしろ
大当たりかもしれないほど幸運なのです。あらゆる可能性を考慮すると地球ほど幸運な場所は宇宙にはないでしょう。